はい、今日はですね、レタスチャーハン、豚骨醤油のラーメン、生麺タイプです。そぼすけ餃子です。それではいただきます。今日は花粉がすごくて鼻水や涙が止まらなかったですよ。まあ今ようやく落ち着いてきた感じそうな。私はラーメン屋に行くと必ずラーメンの大盛りとご飯の大盛りと餃子を頼みましたね。今はあんちゃんセットとか行ってチャーハンの水サイズが出てくるとかいろいろあって楽しいですけどね。もう今なんですが、昔のほど食べられなくなってますけど、
体を動かすとお腹がすくのは当たり前なんですけど、建設の資材を持ち上がる仕事なんですけど、
階段を使って例えば5階とか6階まで上がるんですけど、まずそのボードの重量がもう10キロ以上ありましたからね、もう半端なかったですよ。それで日当は大体7000円弱
ましたね。
満腹です。今日は花粉がきつかったけど、まあ、美味しいご飯が食べられたということで、無事に行きましょう。それでは、ごちそうさまでした。